おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りしますあくる日文聴は泣かなかった 泡を山盛り入れてやった水をみなぎるほど入れてやった文鳥は一本足のまま長らく泊まり木の上を動かなかった昼飯を食ってから三重吉に手紙を書こうと思って二三行書き出すと文鳥が「父と泣いた」自分は手紙の筆を止めた文鳥が「また父と泣いた」 出てみたら泡も水もだいぶ減っている。手紙はそれきりにして最低捨てた。あくる日、文長がまた鳴かなくなった。止まり木を降りて、かごの底へ腹を押し付けていた。胸のところが少し膨らんで、小さい毛がさざ波のように乱れて見えた。 自分はこの朝、三重吉から、例の件で某所まで来てくれという手紙を受け取った、10時までにという依頼であるから、文帳をそのままにしておいて出た、三重吉に会ってみると、例の件がいろいろ長くなって、一緒に昼飯を食う、一緒に晩飯を食う、その上、明日の会合まで約束して、うちへ帰った。帰ったのは 夜の9時頃である文鳥のことはすっかり忘れていた疲れたからすぐ床へ入って寝てしまった明くる日目が覚めるやいなやすぐ例の件を思い出したいくら当人が承知だってそんなところへ嫁にやるのは行く末よくあるまいまだ子供だから どこへでも行けと言われるところに行く気になるんだろう一旦行けばむやみに出られるものじゃない世の中には満足しながら不幸に陥ってゆくものがたくさんあるなどと考えて用事を使って朝飯を済ましてまた例の件を片付けに出かけていった帰ったのは午後3時頃である 玄関へ街灯をかけて廊下伝いに書斎へ入るつもりで例の縁側へ出てみると鳥籠が箱の上に出してあったけれども文鳥は籠の底にそっくり返っていた二本の足を固く揃えて銅と直線に伸ばしていた自分は籠の脇に立って じっっと文帳を見守った黒い目を眠っているまぶたの色は薄青く変わったえつぼには泡の殻ばかりたまっているついばむべきは一粒もない水入れは底の光るほど枯れている西へ回った日がガラス戸を漏れて 斜めにに籠落ちかかる台に塗った漆は三重吉の言ったごとくいつの間にか黒みが抜けて朱の色が出てきた自分は冬の日に色づいた朱の台を眺めた空になったつ坪を眺めたむなしく橋を渡している2本の泊まり木を眺めたそうしてその下に横たわる 固い文鳥を眺めた自分は小言で両手に鳥籠を抱えたそうして書斎へ持って入った十畳の真ん中へ鳥籠を下ろしてその前にかしこまって籠の戸を開いて大きな手を入れて文鳥を握ってみた柔らかい羽は冷えきっている 拳をかごから引き出して握った手を開けると文鳥は静かに手のひらの上にある自分は手を開けたまましばらく死んだ鳥を見つめていたそれからそっと座布団の上に下ろしたそうして激しく手を鳴らした16になる少女が「はい」と言って式際に手を使える 自分はいきなり布団の上にある文鳥を握って少女の前へ放り出した少女はうつむいて畳を眺めたまま黙っている自分は餌をやらないからとうとう死んでしまったと言いながら下女の顔をにらめつけた下女はそれでも黙っている自分は机の方へ向き直ったそして三重吉へハガキを書いた うちの者が餌をやらないものだから文長はとうとう死んでしまった。頼みもせぬものを籠へ入れて、しかも餌をやる義務さえ尽くさないのは残酷の至りだという文句であった。自分はこれを出してこい。そうしてその文長をそっちへ持って行けと下女に言った。下女はどこへ持って参りますかと聞き返した。どこへでも勝手に持って行けと怒鳴りつけたら驚いて台所へ持って行った。 しばらくすると裏庭で子供が文鳥を埋めるんだ埋めるんだと騒いでいる庭掃除に頼んだ植木屋が「お嬢さんここいらがいいでしょう」と言っている自分は進まぬながら書斎でペンを動かしていたあくる日はなんだか頭が重いので十時ごろになってようやく起きた 顔を洗いながら裏庭を見ると昨日植木屋の声がしたあたりに小さい考察が青い徳沙の一株と並んで立っている高さは徳沙よりもずっと低い庭げたを履いて日陰の霜を踏み砕いて近づいてみると考察の表には「この土手登るべからず」とあった筆子の主席である。 午後「文鳥はかわいそうなことをいたしました」とあるばかりで「うちの者のが悪いとも残酷だとも一向書いてなかった」。